あるレビューガールがストリップの最中に考えること。私に当たったくじはこのねじれた世界で芸術に奉仕すること。一番下の下女ながら一番下の下女ながら尋ねるのなら、私が見事な匠な手さばきから裸になってゆくとき、金のランプの光のもと、ストリッパーとして何を感じているのか尋ねるのなら。私は答えます。何にも。と、もうすぐ12時、もうバスもなくなって、チーズは他の店のの方がマシ、お腹の大きな彼女身投げしたいくらいだって、ご亭主は表情持ちらしい、ガラガラ土曜なのに、今日も12時過ぎる、いつも並み、もっと微笑みを浮かべないと、スキャンダラスな空気、うるさいわね、すぐ見せてやるからさ、狼。幼稚園の脳死